はい、こんにちは、トールです。今日もね、えー、ライブ配信ご視聴いただきましてありがとうございます。えー、っとね、ホライゾンの方もやろうと思ってたんですけども、えー、ドラクエ中にちょっと眠くなってしまって、あのー、 まあちょこっと寝てね、またやろうかなと思ったんですけども、起きたらもう11時ぐらいすげえ出たんで、もうこれ以上無理にやると、あの、また今度ね、明日がまた同じように <laughs> できなくなっちゃうんで、幸せくるんでね。あの、もう本当にね、もう毎日毎日、もう7時間、8時間、10時間、十何時間とかできる人、本当すごいなと思うんですけどね、うん、まあ、俺もね、そういうふうにあの慣れたらいいなと思うんですけども。<laughs> 難しいな。なんだろうね。体力はないんかな。ほら、最近、ここ 1, 1年ぐらい、もう1年ぐらいなのかな。もうコロナで、あの、営業短縮だろうね。営業は短縮するし、あの、いろいろつけなきゃマスクがどう、マスクがね、マスクは別にまあいいっちゃいいんですけど、あのー、ややこしいし、仕事は、逆にこっちの仕事遅くなるしでな、なかなか行けないんでね。下手に、 再開してもね、行けない日が多いとも、もったいないから、行ってないんですよ。だから、そういうのもあるんかなと思いながら、うん、まあ、行ってた時も眠くなってたけどね <laughs>、うん、どうもね、睡眠時間の短い生活っていうのが、無理みたいでね、ちょっと残念だなと思うんですけども、えー、まあ、できる中でね、えー、やっていきたいと思います。えー 明日って,明日,ってもう日付変わってるけど明日なんですけどもえーまたねモンハンもしてドモンハンドラクエあ なんだホライゾンねやっていきたいと思いますであのー「殺しの館」っていうねホラーゲームもねあの最近なんかまた暖かくなってきたからかやりたくなってきたんですけども調べてねこれ良さそうだなって最初は思ったんですけどもあのー、なかなかねよくよく見てるとちょっと思ってるのと違ったなと思って、あのー、今はねちょっと様子見てます えー、あそれでは、えー、ご視聴ありがとうございました、えー。チャンネル登録、高評価をいただけますと嬉しいです。バイバーイ。